おはようございます。影やんチャンネルです。今日もよろしくお願いします。ということで、スタンド FM やっていきたいと思います。えー、っとですね、僕はまあ滋賀県にこう住んでるんですけども、えー、滋賀県でですね、その滋賀県民が滋賀県をの宿泊施設を利用したらですね、えー、割引が受けられるというね、えー、県があるんですね。えー、滋賀県民限定宿泊補助券っていうね、 カッココンビニ券とも言われるんですけども、えー、それがですね、えー、10月いっぱいまでこう使えるということなんですね、うん、だから滋賀県に住んでいて滋賀県の宿泊施設ですねに泊まりに行くと補助券,補助券がもらえるでそれはねコンビニでですね1000円を払うと、えー、6000円のこう割引券がもらえるんですね 補助券ですね。で、ええ六千円使えるのはですね、その宿泊施設一泊するのに一万円以上、一万円以上こうえーとねのええー、価格のところに泊まると六千円使えるとか。で五千までやるとな五千なんか他のちょっと条件はっきり覚えてないですけど、とにかく一万円以上でえー泊まるとえーだから六千円割引まああのー コンビニで1000円払ってるので、実質は5000円割引になるんですけども、例えば1万5000円のとこ泊まったら6000円の券があるんで、9000円で泊まり、その時はね、9000円払って泊まるという形になるということがあって、これはね、もう泊ま,る泊まりに行くしかないかなと、僕の中でと思って、これはチャンスやと思って、ほいで、こう、ちょっとね、その、 その補助券が使えるえ宿泊施設、一覧で出て、いろいろ探しててですね、どこにしようかな、ここかな、ここなかなと思って、見ていってですね、ここやなと思って、家族ともこう相談してですね、何日にこ,うこのところへ。 予予約約ししよううと思ってこう予約をしたんで、すねで、えー、あのウェブ予約をしたんですけども、ちょっと1回目ちょっとうまくいかなくて、ほんで2回目にちゃんと予約できた形になったんですけども、もしかしてこれダブって予約してないだろうなとちょっと不安になったんですね。で、えー、一応確認のため、宿泊施設に電話したんですね。で、電話したら、こう、すごく丁寧にというかこう、えー、対応してくれた女の女性の方やったんですけど、ほんで、 お客さんはもうその補助金はあの持っておられますかって言われて「いや今から買いに行ってきます」っていう話をして今からコンビニ行って買いに行ってくるんですって言ったらあのえ実はねまだ売ってないとえその補助金が、え。ー とだから9月いっぱいまで緊急事態宣言やったんで、その補助金自体がコンビニで売ってない状態やって、で10月に解禁されたし、えー、その補助金をまた、えー、販売い、再開するということやったんですけど、まだ売,る売り始めてないと。 でえー、としっかりしたその日,日にちはわからないんですけども、そのまたこう再開されるときにこう買ってほしいんですけどもって言ってはってで、それいつになるんでしょうかねって聞いたら、ちょっとまだわからないんやけども、もしその発売されることが分かったら、あのお客様にお電話差し上げましょうかとこう言っていただけたんですね。すすごい丁寧なとこですよねでねあ そうですか電話わざわざしてくれはるんですか?」って言ってたら「うんあのします。こちらもそれを買っていただかないとその止まっていただけないんで」っていうことで、えー、お電話をいただけることにこうなりました。ででお電話いただいてそのお電話いただいた速攻も買いに行こうというふうにこう思っていました。で、えー、まあまあその地域によってねその コンビニに販売される時期多分一緒やと思うんですけどもし違ったら嫌やなと思って一応確認のために近所のコンビニに電話したんですねで、えー、その補助券ああの今売っておられますかねって言ったら一応そ,のそこはローソンやったんですけどロッピーでそれを買う形をとっていただいてそれでそのいつ発売かっていうのは こちらではちょっと分かりかねるんで、何かネットかなんかで調べていただいてよろしいですかって言われて、それで調べたら、やっぱりまだこう発売を再開してるっていう情報は出てない状態やって、それはまだやなということなんで、ちょっと待つということなんですけども、一応その、まあ、滋賀県の人間が滋賀県なんで、それを旅行、まあ一応旅行ですけど、その小旅行というか、まあね、その、 離れたとこ行くっていう感覚はないんですけども一応旅行1、まあ、泊するっていう形ですね、うん、で、えー、それなりにこう贅沢贅沢というかまい、あ、たですよね、まあえー、そういう旅館というかその宿泊施設に泊まってですね、えー、料理を食べたり。 えー、いろいろこう見て回ったりとかこうできるんでですねその贅沢で。ほんで、えー、その宿泊補助券の以外にですねその泊まった宿泊施設でですねその使えるとこは限定になるんですけども結構いろんなとこ使えると思うんですけども。その 収入券って言ってこう遊びに何かこういう体験をしたりもそうだし買い物もそうですしそういう使える券が5000円もらえるんですね1人,で1人につき5000円もらえるんですでそれも使えてですね、えー、宿泊も5000円割引になるんで合計その1万円ですね1000円を払うことによって1万1000円の戻しが来るっていう形になりますでこれはねもう利用するしかないだろうというふうにこう思ってますで え聞いてたら一応そのコンビニ券は一応その売り切れもあるようなのでその電話頂い,いたらも速攻買いに行くことをこう決めてますまず一番にそれを買いに行くっていうことをこう考えてます、うん、でまあまあその宿泊まあ予約はできてるんで、うん、それを買うということを待つということですね、うん、まあ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 これはなかなか、えー、いいですね いいあれれをやってくれるなぁと思いますちょうどほんで僕もこういろいろとねこうまあ皆さんそうかもしれないですけどこう結構ストレスも溜まってますんでねそこでちょっとこうリフレッシュしてですね、えー、また次の、えー、次のというかねそこで一旦た10月にリフレッシュしてまあ、また10月後半、えー、いやその11月からこうしっかりとこう活動していきたいなというふうにこう考えているということで。うん これはまあ、まああのーえー、時期自体ね、コロナのこと自体はこう大変なんですけども、えー、こういうことがまあ受けられるということで、これはこれでまあ,ありがたく受け取って、えー、しっかり利用してっていうことをこうしていきたいというふうに思ってます。で、滋賀県の宿泊施設全部が使えるわけではないんで、ですね、その、えー、一覧がちゃんとこうネットで調べたら出てきますんで、それで調べてですね、で、行くようにすると。 でもちろん、その泊まったところで,ですね、えー、自分のこう身分証明書というか、えーえー、所在地、その住所がしっかり分かるものをこう提示しないといけないんで、えー、滋賀県以外の方がそれを使うことはできないということをこう思っておいてください。だから滋賀県のに住んでる人限定ですね。 えー、滋賀県民限定宿泊補助券ということになるんで、えー、その辺を間違えないようにしていただきたいただ滋賀県に住んでる方はねこれはねもう利用しない手はないというかねそれぐらいに思いますねただ売り切れがあるっていうことなんでそれがこうちょっとねそれ,それはしっかり買っとかないとあかんなぁとは思ってはいますけどもねうんということで今日はね えー、滋賀県民限定宿泊補助券、コンビニ券ですね。を買いたいということについてお話しさせていただきました。では、今日もよっしゃーでいきましょう。どうもありがとうございます。